はい、どうもゆうちゃんパパでございます。さあ本日もねストリートファイターデュエル無課金実況やっていきましょう。本日は6月の30日ね日曜日なんですけれども、1年の半分がね本日で終わろうとしているということで、もうめちゃくちゃ早いですね。1年というか半年ね。なんかつい最近ね2024年になったとこのような感じしますけどね。でちょっと私もねちょっと会社やっとるんですけれども、12月決算で1月1日がね、始業の日なんでちょうど半期が終えたというところで、まあ今のところちょっと順調な感じなんですけれども、でお仕事何されてるんですかっていうねご質問よく聞くんですけれども、私ちょっとねあの不動産の会社とリフォームの会社をちょっとね経営してるような感じでございまして、まあ経営と言いましてもねそんななんかめっちゃでかい会社とかそういうわけではないですけれどもね、まあこじんまりとちょっとそこそこやってるというような感じで、ちょっと会社を大阪の方でやっておりまして、まあ不動産リフォームをね、ご検討の方ぜひご相談いただければなと思います。何の話やねんというところでございますけれども、はい、まあちょっとね本日で6月が終わりますというところでございまして、はい、でまあこのストリートファイターの方なんですけれども、デビルメイクライのね、コラボが来てて、まあ中盤戦に入ってるというところでございまして、最悪後の再建のところはこのねネロちゃんのところまで来てるというところで、明日からねバーチルちゃんができるような感じで、で探索のところがあとね北部だけを残すところというところで、まあ北部からやってらっしゃる方とかだったらね西部とかいう形でね、まあ選んでいけるような感じなんですけれども、これもねあの明日ねちょっとどんなステージか分かりませんけれども、まあ難しかったら難しかったでね、またこれも動画出していこうかなと思っております。で事務所の方がこの陰謀のところまで来てるんですが、ちょっと15秒以内にバトル勝利するっていうのがなかなか今の私ごときでは無理やというところなんで、またねこれをちょっと上げていって、頑張っていきたいなというところでございますけれども、上げられへんな、いうところでちょっと一回やってみたいから、来るわこんやろうめほんまに、どうや来るや、15秒ワンチャン15秒、はい15秒経過おしまい。これちょっとねなかなかね15秒で倒せる気しないんですけれども、まあもうちょっとね、ステータス上げていって挑戦していきたいなと思っております。でこの迷宮の分がね、明日までかなと思ってね、今日と明日あるんかなと思ってたら、まさかの、 あのイベント自体はあるんですけれども、無料でもらえる分は、昨日で終わりというところで、もう無課金の私にはもう入手方法がもうございませんでして、もうこれ以上というところで、結局これね10回の分ね何一つもらわれへんかったのと、なのでこの250貯まりましたんで、どれに変えようかというところなんですけど、まあここのね市販とね魔王の選択ボックスのところまでね250貯まったんですけど、ラインナップがねこの5人なんで別に特にいらんかなというところで、このジュリちゃんもね、魔女ジュリじゃないんでね、魔女ジュリやったらね絶対ちょっとね買おうかなと思ったけど、普通のジュリやからね、普通ジュリや普通ジュリ、魔女ジュリじゃなくて普通ジュリやから何やね普通ジュリって、ジュリマリンみたいに言うてくんないよみたいな言うてへんか、というところなので、ここはちょっとまあスルーさせてもらって、50ね250なんで、まあこれかな、占いチケットを全部した方がいいかな、これも T1 やからね、そうやね、これはまあでも20連しかできひんから、これを1個2個3個4個変えて、あれ4個変えて、あれなんかいっぱいようわからなかった、50ちゃうかった、あれ今どうなったかちょっとわからんぞ、あちゃう、なんかこんな変えてる、これ1個変えてる、間違えた、ちょっと変なとこ触ったやん、もうあーやったこれ、はい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 、こんなん別に22マジかやってもだこれ、あと28しかないけど、28はもうまた考えよう。でまあ今日はねたまたま日曜日でございますんで、まあちょっとねフレンドのね対戦をねちょっとやっていこうかなと思ってまして、まあ結構ねこの世界チャットとかでね結構絡んでいただける方とかね、このフレンドのねこちゃでね、絡んでいただける方が結構おられますんで、
ちょっとね突然練習試合申し込んで、ちょっと退社させていただいたら流させてもらいますっていう感じでね、お伝えさせてもらってたりはしてたんですけども、ただ今日ねこの時間にやるっていうのはね何も言ってないんですけど、今ね6月30日のねちょうどねお昼12時ちょい過ぎたところぐらいなんですよ。なので、今ちょっとログインされてる方にちょっとランダムで、ちょっと突入に行こうかなと思っておるんですけれども、どうしようかな。いつも絡んでいただけるカッシーさんね、ちょっと戦っていきましょうかね。うん、カッシーさんねめっちゃ強いんですよこれ。うん、疎通世代です、仲良くしてくださいっていうことね。見てくださいこれ329で、まあ 100% ね、もうどうやっても勝たれへんねんけど、まあまあちょっとやってみましょうか。ちょっと突然挑んでみます。練習試合、えいっ、あかんかな、急にいってるからねこれ、まさかもう急にいってるから、急にいってるからさすがにちょっと難しい、さすがに難しい。そうかそうかそうか、まあまあですよねですよね。そしたらどうしようかな、これゼクーさんって読むかな、ちょっとわからへんですよね読み方がね。この方もね結構ねフレンドでよくねキャラ貸していただけるんですけれども、はい、この方ゼクーさん、この方もめっちゃ強い、レベル315とかってね、きっちりバージュちゃんもねこんな星3までいってますからね。うん、ちょっと突然戦ってみましょう。練習試合ドッ、もう途中にもういきない、あらー拒否された、くっそー、やられた。あかんな。突然はあかんのかな。突然はあかんな。ほんなら、じゃあ、ファッカチンさん行こうかな。うん。じゃあ、このファッカチンさんを、ちょっと今日、じゃあ、このファッカチンさん行ってみようか。こんな感じの、キャラクターでございます。それいけ！どうかな？あかーん！ちょっとあれやな。全然練習試合させていただけへんすね。あかんな。で、ユウさん。このユウさんは、キャラ出して、出なくてもめげないぞっていうことで。ゆうさんやってみようか。ゆうさん、練習試合。あら、オフラインのため。あかん。あかんな。そしたら、これ、若ちこさんやってみましょうかね。若ちこさん。ちっちゃいことは気にすんな。それ、若ちこ、若ちこ。若ちこさん、あかん。めっちゃ拒否される。あかんな、これ。どうしようかな。タカさんにしようかな。タカ、37さんかな。ちょっとやってみましょうか。練習試合。さあ、どうすか。いきますか？あかんか？あかん。ヤギさんいってみましょう。ヤギさんは、あかんめっちゃ強い。ヤギさんめっちゃ強い。強いけど、いってみよう。やか。どや。あかんな。ちょっとやっぱ突然はあかんな。突然はちょっともう取り込み中やな、みんなね。取り込み中で、じゃあ、秀樹さん。あ、ヤギさん来た。あかん、ヤギさん、あー。じゃあ、この響さんいきましょうか。響さんは、練習試合、お、ゼクーさん来た、お、ゼクーさんくれてる、よーし、さあ、戦っていきましょうか。相手から挑んでこられたので、まあ、基本的にはちょっとオートでいきますからね。うん、これでいこう。知らんで、ほんま。あかん、バージュさん入ってる。バージュさん、あ、ベガ抜いてくれてるんだな。さあ、どうでっか。手動はいかへんで、基本的に、あかんが、やろ。あら、なにこれ。一撃で、あ、ちょ待って。せめて、だからちょっとぐらい削らして。あら、ちょっと待って。これ、あれ、あ、ちょっと待って、ボコボコにされた。これ何これ、もうなんか、あかんねえ。こっちのターンなかったんちゃうかな、これ、攻撃。あかーん。ダメでした。あ、ちょっとゼクさん、どうもすいません。ありがとうございました。参りました。あ、あとちょっと若ちこさんがイベントしてたってなってるんで、ちょっと挑んでみましょうか。練習試合、ドン！続いて、若ちこさん、お、来た。こんな感じの布陣ですね。あ、布陣ちょっと確認しなかった。すいません。じゃあ、私はちょっとこれで挑まさせていただきましょう。おるいけい！よし、来た。来たで。おーっと、チュンリー2体いる。チュンリー2体いるよ。さあ。あか、先生は余裕で取られている。あか、めっちゃ食らうな。強よ。アスチュン強いで。さあ、回復して、さあ、こっちのバーンは、ちょ、バーン、こっちのターンまだないパターンか。ないパターンか。ちょ、全然こっちの攻撃できへんやん。ちょっと待って、なんか、飛んできて波動拳みたいな、めっちゃ飛んできた。ちょっと待って、飛んできて、何これ、ちょ、あかんな、これ、もうボコボコや、これ。いや、もうなんか、1体どころか。あかん、まあ、レベル20、274か。で、ほしい、いや、でもちょっと、ワンチャン、いや、ワンチャンどころもなかったな。てか、アスレチックチュンリー、バリ強いやん。あかーん、参りましたありがとうございます。いや、こっちこそありがとうございました、ほんまに。レベルちゃんさんに挑んでみましょう。ヨガフレイムというね。
ちょっとね、戦力、いや、負けてるな。負けて、全然負けてる。全然負けてるけど、どうか。練習試合いけるかな、あかんかな、あかんかもしれない。あかんかもしれない。あ、いけたいけた、いけたよ。さて、どうしようかな。やっぱこれね、もう、こいついらんね。俺もちょっと回復なしで、ちょっとヨガフレームにしよう。ヨガフレームを攻撃する感じで、じゃこうして、俺もヨガフレームにしよう。ヨガフレーム。さあ、ダルシム対ダルシム。似たような編成、全然似たような編成ちゃうわ。さあ、お、先生と出る。これ、ほんぶ。久々、なんか初めて俺のターンやったちゃうか、これ。あ、めっちゃ食らう。ヨガフレーム、あ、全然食らわへんの、こっちの攻撃。いや結構、こっちも、あ、ちょ、めっちゃ食らう。ちょっとやめて。ちょっと、まあ。そう、ヨガフレーム、ヨガフレーム。ちょっと待って、ちょ、あ、うせやん。マジで？あ、てか、ヨガフレームバリ強い。ヨガフレームバリ強い。ちょっと待って。あ、もう死んだ。もうベガだけだった。ベガリンピック無理や。初戦敗退された。ちょっと待って。あかーん。そら活躍してるね、これも。いや、さすがダルシム。強すぎる。あかんねー。マジかよ、これ。あ、ゆうちゃんパパ、無課金最強ちゃうやん。もう無課金、もう最弱ちゃうか、これ、俺。あかん、あ、さっきヤギさんちょっとあれですね。ちょっと返してくれてたんで、ヤギさんにちょっと行ってみましょう。ヤギさん、どうですか？いけますか？練習試合。練習試合、あかーん、ダメですね。ちょっとやっぱりね、突然あかんやん、やっぱりね。じゃあ、この殺意 POP さん、やってみましょうか。この方もね、結構絡んでいただけるんですよね。結構ね、この動画、私の動画も見ていただいたりしてるんで。さあ、POP さん、練習試合。どうですか？あかーん、拒否されたー。ダメかー。まあ突然のね、ちょっと練習試合祭りをしようかなと思ったんですけども、ちょっとね、応じていただいた方はね、ちょっと3名ということでございまして、本当に若智子さん、ゼクーさん、レベルちゃんさん、本当にありがとうございます。またね、ちょっと他の方もね、ちょっと多分ね、インされてるんですけども、ちょっと多分ね、うん、いろんなね、イベントやってらっしゃったりとかするんで、お前に相手してられへんわということだと思いますんでね、すいません、ちょっと突然の、練習試合の申し込み、ちょっと気を悪くされた方がね、おられたらちょっと大変申し訳ないんですけども。まあこんな感じでね、土日にどっちかでね、ちょっとね、時間が空いてる時にちょくちょくやっていきたいなと思っておりまして、うん。まあちょっとフレンドになられてる方しかね、ちょっとできないんですけれども、まあ、フレンドになってもいいよとかね、対戦してもいいよっていうことね、おられればですね、こちらはフレンドにならないとできないんですけれども、X のね、DM であったりとか、ここのワーチャとかでね、絡んでいただいて、まあ、申請していただければね、どしどしね、許可させていただいてですね、ちょっとこういった動画を流させていただきたいなというふうに思っておりますんで、これからもですね、どんどん絡んでいただければなというふうに思っております。はい、まあ本日はね、突然の練習試合をさせていただいたけれども、意外と皆さんログインしてるけれどもお忙しいというような感じでございましたので、またね、応援の方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、 X 高評価よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。さあ、練習試合は3連敗でしたよ。弱いよ、無課金。最強、最強か？ブー。